ございます。今日は地域にお疲れ様です。10時から15時までの予定で、今日も感謝直売会を開催したいと思います。大阪醤油チャンネル始まりました。ゆりなです。風強くてすいません。今日6月25日なんですけれども、大阪醤油の直売会でございます。イエーイ。で、今回は大阪醤油。新しい商品ができました。その名も飲みたくなるつゆ。実際にこの直売会で販売してるので早速行きたいと思います。レッツゴー。ね、結構、ね、いっぱい持ってきてくださったので4つぐらい持ってきて5個持ってきます。鈴木久さん、はい、つゆの紹介お願いします。はい、今日はこちら今試食もやってるんですけど、つゆを作りました。雲海、雲海、これね、あの魚介系のだしをかなり使ってて、はい、こだわり持って作っちゃったんですよね。はいはいはい。で、今あの試食もやってるんですけど、お客さんの評判も上々で、おで、つゆだけじゃなくて、そのつゆに合うそうめんも探しました。岡山の方のそうめんなんですけど、ほうほう、そうめんって基本的にその辺でよく売ってるのを見るので、はい、乾麺って見ません？見ますね、確かに。で、これが実は半生タイプなんです。はいはいはい。で、あの結構ね、これ食べたら喉越しが良くて、うん、で、うちのこのつゆにめっちゃ合う、はい、というので、今日はこれをセットで販売してます。セットでおいくらですか？セットで、これをこれ 200g なんですけど、2つで 400g とうちのつゆ、これをセットで通常1500円なんですけど、今日は直売会で1300円で、はい、やってます。結構おかげさまで、あの数量限定なんだけど、はい、おかげさまでもう残りが少なくなってきてるっていうのが好評でございます。早い。早いです。まだ午前中ですもんね。まだお昼ちょっと前。あらー、じゃあありがとうございます。で、こちらの餃子、はい、餃子とこの前から出したこの無限のタレ、うんうんうん、隣にありますね。これにありますね、はい、こちらも前回に続きリピーターの方が来てくれて、そうなんですか、はい、美味しいです。この、ね、餃子ももちもちしてて、お肉が結構たんまり入ってるで、うちのあのこのタレがまたホワジャンの香りがほわっと、ホワジャンの香りがほわっとで、もうそんな感じで今日はこちらもう目玉でやらせてもらってます。この雲海と無限は他の店舗とかで売ってるんですか？もうまだここだけです。直売会だけです。大阪醤油の直売会だけ、はい、だけです。今後の予定は？今後は、販売展開は考えてます、うん、まあ、これだけちょっと好評なので、広げていきたいというのは考えています。ぜひ皆さんご興味がある方、大阪醤油直売会にいらしてください。よろしくお願いします。そうなんです。ケロベソメンで、あの岡山の方にこのそうめんにぴったり合うつゆを開発して、今回セットで、はい、ご紹介いただいて、すごく美味しかった。よかった。社長、社長、雲海の売れ行きいいそうです。あ、ありがとうございます。宣伝をお願いします。はい、雲海はですね、今日、出させてもらってる半生の、手延べそうめんにぴったり合うように、大阪醤油が心を込めて作らせてもらった、未だかつてない絶品のつゆです。飲んでももうそのまま飲めるぐらいの、つゆですので、皆さん方ぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。